エリック・ムーケはフランス北部バランシエンヌ出身のミュージシャンディープフォレストの設立者妻は日本人のユキムーケディープフォレストとしてグラミー賞に2度ノミネートされる同年ワールドミュージック賞も獲得世界中で500万枚の売り上げを果たす大成功を収めた後エリックは自身の持つ音の表現幅を広げつつ 他のアーティストへの曲の提供やプロデュースに方向を定め、はじめちとせ、アンナ・トロハ・カトリー・ヌ・ララと、世界中のアーティストの作曲及び、プロデュースを次々と手掛ける。2004年より、ジョシュ・グローバンとのコラボレーションを始める。1000万枚以上の売り上げを記録した、ジョッシュのアルバム、クローサーのうち2曲は、エリックの作曲と、プロデュースによる。 さらには2006年のジョッシュのアルバムアウェイクにおいてハービー・ハンコックによる伝説的なピアノで演奏されるマシンも含め2曲の作曲、プロデュースをしている。2007年よりアルバムディープ・ブラジルの作曲を始める。常に新しい創作を追求するエリックは中国の歌手サ・ディンディンとのコラボレーションで次なるアルバムディープ・チャイナのための3曲を作曲。 2008年6月にディーププロジェクトのレーベルを設立。このレーベルの目的は、旅からインスピレーションを受けた音楽と世界中のミュージシャンとの出会いの奨励である。旅の第一弾は、アルバムディープブラジルフラビオデルイゾラの歌声に導かれる奥深いブラジルへの旅である。アルバムディープアフリカとディープチャイナも制作進行中であり、 2008年末の発売が予定されている。ありがとうございます。